桜吹雪のサラインの空へ、いつか帰るその時まで、愛はパパパパ。はい、どうも、始まりました、レイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、2020年シリーズ2の山岡投手をね、称号チャレンジをして、ランク戦で使っていこうっていう動画なんですが、まあね、僕ね、山岡投手ね、まあ、大会ここまでずっと使ってきてるんですけど、一応中継ぎで使ってきたんですよ。2019年シリーズ2の侍ジャパンを使ってたので、大会でも結構使えるので、まあ結構中継ぎで使ってたんですよ。で、今回2020シリーズ2をまあ、S30 番10連で出して、でね、僕ね、ちょっとウキウキしちゃって、皆さんにね、そのライブ配信中に、今度動画にするわってテンションマックスで言ってたじゃないですか。まあ見た方は分かると思うんですけど。でね、継承したんですよ。継承して気づいたんですけど、そういえば、中継ぎ適性持ってなかったなと。これやっちゃったんですよね。僕ね、山岡投手はね、中継ぎで使いたかったんですよ。やっぱり球が結構遅めなんで、先発で行くと結構捕まりやすいんで、どっちかというと中継ぎで行って、こう縦の変化とか、こう速いピッチャーで行ってからのこのゆっくりで緩急あるみたいな、そういうピッチングでやりたかったんですけど、まあ中継ぎ適性がないと。っていうところでね、まあね、オーダー的に考えて、由伸投手を3番手に入れてたんですよね、先発ローテの。だけどね、もうしゃーなく、山岡投手、これから3番手で使おうかなっていうふうに思います。ランク戦も大会の方も。まあね、まあそんなことはさておきね、今回の動画なんですけど、まあ称号チャレンジをしてランク戦やっていくんですけど、山岡投手なんですけどね、ちょっと皆さん、僕にね、配球をちょっと教えてほしいのと、あとはね、まあ僕なりの配球っていうのがちょっと一応ございますので、配球術ご紹介しつつ、皆さんね、結構ゴリゴリ使ってる方で自信のある方とかは教えてほしいかなっていうふうに思います。で、まあ山岡投手の使い方にね、不安があるよっていう方はね、まあ僕の配球術を、参考にするのもありですし、まあコメント欄にね、山岡投手の配球についてね、述べてくれた人のやつを見るのもありですし、というところでね、まあ今回は山岡投手をね、ちょっと研究していこうかなというふうに思います。はい、じゃあね、称号チャレンジいきたいと思うんですが、まあ、ランク戦やった後にですね、ちょっとね、球審の、バリ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 猛者の方にもね、ちょっと当ててみたいなというふうに思います。はい、球審の方に山岡投手が通用するのかというところでね、まあ、それなりにちょっとね、僕も使ってから、挑むっていうところで、まあ、何日後かに撮影になっちゃうと思うんですけど、まあ、そこはね、ちょっと皆さん、ちょっと最後まで動画を見てやってくださいというところで、称号チャレンジいってやりましょう。よいしょ。まあね、称号に関してはね、めちゃくちゃ得意なチャンネルなんですよ。本当に称号だけはうまくいくっていうところがね、ポイント。え？乗っとるやん。しかも9位スタミナ同値。はい、皆さんいいですか、これが僕の、称号チャン。おおまさかの相手の方も山岡投手です。やっぱみんなすごくないですか、僕のチャンネル。前も山本由伸投手の、まあ僕山本由伸投手がね、得意だよっていうところで配球術をね、ご紹介したんですけど、その時も相手ピッチャー山本由伸投手だったんですよね。まあいいや、ちょっと頑張ってやっていきましょう。でですね、まあ初球なんですけど、まあ長打警戒にしといて、やっぱね、この縦砂が打てるかどうかっていうところを狙ってるかどうかっていうのを判別したいんですよね。だからこれ打たれてもいい。何狙いだろう、何狙いですかね。まあでも、もう一回ちょっと縦砂をちょっと際位置に行こうか。どうかな。なるほど、なるほど。当ててはくる。オッケーオッケーオッケー。じゃあワンアウトですね。はい。でですね、もう一回縦砂行きます。うん。ここはね、ちょっとしつこく。うん。打たれてはないので、まっすぐかな。結構タイミング早いですよね。で、右肩のスラーブ。で、セーフ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 。で、もう一回右肩のスラーブ。ちょっとスラーブ待ってるから。まあいいや、ちょっと行ってみよう。どうかな、これ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 。打ってくると。まあまあまあ、ツーアウティーですね、ツーアウティー。はい。でですね、僕がよく使いたいのは、このね、低めのカットボールなんですよね。僕ね、どのピッチャーでもこのカットボールっていうのはうまく、まっすぐやっぱ張ってんのかな。じゃあちょっとここら辺でドロップカーブ行ってみようか。ドロップカーブ行ってみます。どうですかね。やっぱ強いね、山岡投手ね。6番バース、お尻、おっきい。やばい、48時間近くやったから打撃が好調すぎます。
じゃあね、ちょっとね、あの球審の方相手にね、山岡投手通用するのか、まあそれなりにランク戦も2割3割4割ぐらいの方には通用するんですよ。じゃあ球審の方いきましょう。あ、ゴー。はい、今回ねご協力いただいたのは、クラン絆さんの、和地さんです。球審ですね。もうバリかっこいい。うわ、リボンかっこよ。ちょっと欲しいですね、これ。勝ったらね、ちょっと欲しいです。うん、勝ったら欲しい。勝ったらもらえますかね。はい、というところで、ね、和地さんなんですけどね、スタンプをね押すのがねめちゃくちゃ早い猛者として有名です。はい、以上です。いきましょう。じゃあ頑張ってね抑えていきましょう。やっぱりねこのカットボールなんですよね。うん、カットボール、あー、あかんか。じゃあ縦スラ、うん、縦スラ行ってみましょう。やっぱりこの縦スラがねなんやかんや強いといったところでしょうか。まあまっすぐ行っときましょうか。ドンと、うん、ドンとまっすぐ、よーし。さあ、ワンナウティー。うんうんうん、はい、じゃあね頑張ってやっていきましょう。じゃあカットボールをやっぱりインコース低め、はいはいはい、これね結構ね僕はね使うんすよ。うん、外にも使います。はい、なんなら外にも使う。あー、ダメかー。じゃあここはスラーブ、よいしょと。どうだ、行ってこい。オッケー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 。タイミングハヤシングスタイルなんで、一旦このドロップカーブ挟みましょう。いやー、見てくるっすよねー。まあ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 、いいでしょう。うん、迷う迷う。まあカットボールかな。うん、インローカットボール、これ結構結局でここ、いやー振ってこないかー。じゃあもう一旦外、いや、うちは怖いんで。うん、いやー打つかー。まあまあまあ、いいでしょういいでしょう。うん、シャスタンプ押すの早っ。まあ縦スラ打たれてるんですけど、一旦ね、一旦もう一球挟みます。行ってくるか。ゲツーゲツー、おい。スタンプ押せんかった。マジかよ。じゃあまっすぐ行こうか。ボール球まっすぐ、4番5番4番バース、お尻おっきい。いや振ってこんかー。難しいところ。ここは一旦縦スラをね、ストライクゾーンに。まあいいんですよ。うん、全然 OK、全然 OK。うん、全然 OK です。はい。じゃあ、上からね、縦すら。どうだ？あーい！ちくしょう！やっぱりね、打つんすよね。球審ですもん、皆さん。やっぱね、ランクルールでね、山岡さんは強しんかもしんないです。うん。よしよし、ツーアーティー、ツーアーティー。OK、OK。まあでもなんとかね、打ち損じ、今みたいな打ち損じ待ちがあればなんとか粘れるかもしれないですけど、捕まったらねこうやって打ってくるでしょう。うん、こうやって打ってくるんです。はい、じゃあちょっとねこれね、僕ね、マジさんに山岡投手しか使わないって言ってたんですけど、スピーチ一律にしてるんですよね、わざわざ。まあなんでかって言ったら、とりあえずちょっとねこの投手使ってみたいというピッチャーがいるんですよ。ちょっと変えます。はい、ここでちょっとねドッキリ企画です。はい、ドッキリ企画で鶴崎投手、鶴崎投手ね。しかも今回は前の動画と違って変化量マイナス1じゃないので、はい、そこら辺ねちょっとどうなるのかやっていきたいかなというふうに思います。じゃあね頑張ってやっていきましょう。じゃあまずスプリットですね。うん、よいしょ。どうかな、打ってこないでしょ。はい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 。で、まあまあマッスルカーブ、マッスルカーブ、マッスル。まあね、打ってくるかな、やっぱり。やっぱりなんやかんやってこのツーシームスプリットで攻めるのがいいかな。うん、そうですね、やっぱりこのツーシームスプリットが大事かもしれん。うん、いやー、ちょっと一旦スプリット、一旦スプリット。あー、スタミナ切れティーニングスタイルだねこれは。外外スプリット、どう、取れる、取って、きついかなー、これこれね、きついかもしんないっすね。うん、ツーシーム。はい、変えまーす。もうね強制リタイアで なるだけは嫌なんで、ちょっとね長川投手もねやっぱりちょっと使ってみたいというところで、一旦ねやりたいというふうに思います。はい、これもドッキリ企画です。もう山岡さんしか言ってないので伝えてないんですよ。いやー、打ってくるんかな、どうなんやろう。じゃあでっかい方からいきましょう。見極めはどうなんだろうな、これ。うわー、見えてるっぽい。ラッキー、ナイスプレー。ありがとうございました。
だがしかしバットね、打っていきますよ。まあ一番苦手な千賀投手ですけど、まあなんとかね、コールドまず免れたいですね。うん、さあ頑張ってやっていきましょう。スタンプ好きやな。さあ頑張ります。うん、よし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 はい、よいしょはい、じゃあね、企画がね、潰れておりますが、まあ、長川投手がね、球審の方相手に通用するのかというね、まあどうなんでしょうか。はい、うんうん、いいボールだね、いいボールいいボール。さあからのでかい方、やっぱね結構ベストピッチ系になるのかな。あーね、スピーチ率オンにしてるので、よし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 、で高めの落ちない方、高めの落ちない方どう。嘘でしょ。オッケー、今のね多分打つの結構むずいと思うんですよ。落ちない方の落ちない方の外なんで。あぶね、でも見えてるな、これ多分見えてますね。あ、見えてるわ。あかーん。これね、皆さんね、あのこういうバッティングしてくる方にはね、長川としてなかなかきついです。あースタミナ切れた時にちょうど振ってこなかったな。いや、どうかな。ねえ、外にちっちゃい方、よし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 、もうスタミナ切れてますからよし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 。はい、じゃあね、松永投手、はい、タイピンジついて、で結構自信あります。はい、頑張ります。まずですね、何でカウント取るのかと言いますと、この高速スライダーです。うん、この高速スライダー、あぶねーからの、ツーシーム、これはね、あ、やばい、やってまったわ。はい、じゃあね、最後、逆境のレイチャンネル見したいと思います。いやー、ミスってるー。よし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 オッケー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 、超えて、よし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 、ある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 よし、ある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 、これスリーなんでみんな同点だよめちゃくちゃ長い動画になってるかもしれん。オッケー、よし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 はい、ホームランで同点、逆転です。皆さん福留選手で決めます。吉信投手か、まあ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 、いけるんじゃないかな、集中すれば。オッケー回して回して激アツ、そしてゴジラ、みんな楽しい、リアタイ楽しい、みんな打てるようになったらね、こんぐらい楽しいっす。うん、マジでね、リアタイ面白いから。オッケー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 、変えるかー、ニヤにしてほしいね。いいでしょういいでしょう、うんうんうん、全然オッケーです。はい、めっちゃ超乱打戦うわちょっとさ、山岡投手のさ検証動画のつもりだったんですけど、皆さんえげつない試合になってますこれ。ボール、どうかな、行ってくるかな。
うわあ。はい、皆さん、山岡投手の検証動画でしたが、ちょっとね、乱打戦、まあね、要するにこういうことなんですよ。もうね、トップクラスになってくると、もうトップクラスの相手になってくるので、こういう乱打戦になってくるんですよね。この乱打戦を打ち勝てるやっぱ打撃をね、皆さん、どうかね、一緒にお互いに、鍛え上げていきましょう。本当に皆さんね、今日はちょっと長い間ありがとうございました。じゃあ皆さん、さよなら。